半間岩尾先生です。投資のですね、状況ですね。ちょっと紹介します。バイナリーオプションのですね、投資の成績がめちゃめちゃまた良かったです。まだデモ投資なんだけども、月曜日から今日水曜日で31日になります。10月ね、夕方4時10分ですね。で、1万80円稼ぎました。デモですね、デモ取れて月曜日からやってね。これはデモなんで自動売買で試験投資してます。ライブではね、自動売買禁止ですので、手入力で実施しないといけません。で、このようにね、1万80円ですね。投資数は30回ぐらいだと思います。30回ぐらい投資してまして、1万80円。で、これデモ口座なんで5000円引きますので、5080円の利益となるわけですね。10万円ずつ投資してたら、60万になるわけですね。60万8000円の利益になるわけです。大きいですね、水曜日でね。で、そのようにいい成績ですね。あと、こちらがね、FX の、これはライブ投資になりますけれども、投資金が269万投資してるんですけどね、レパジレージ入りますから、資金かけはあれだけども、実際の、資金ですね、が、まあ、300万ぐらいで投資してます。で、本番投資ですね。で、苦戦しておりましてね、このシグナル通りがいいんですけど、まず1個これ余分なのが入ってるということと、これはシグナル通りじゃなくて、まあ、上がってから大体ここで打ったんですね。ただ、またさらに上がっちゃったということでね。だここに打って、このワントライで稼げばいいわけですけども、ちょっとね、いい加減にやってるんで、次から注意しないといけないですね。ということで、今とマイナス9582円になってますね。約300、269万投資、してるんですよね。本当のお金がね。それで動いてて利益を取ってるわけです。で、まあ、外国系でやってるんで400レバレッジなんで、資金は少なくて済んでますけども、実際の資金は269万も使ってますので、注意が必要なわけです。ということでね、まあ、今回成績がいいということでね、このバイナリーオプションの方で、ね、で、これをまた来週試験して本番に備えたいと思います。こちらの方はもう本番ですね。ただ、少額というか、まあ、地道に100億円ぐらい投資しようと思うんですけどね、今は300万ぐらいでやってると。300万から100億円ね。100億円だから、100億円ね。100億円、2500万、2500万が保証金になるね。2500万の10倍だから、2億5000万ぐらいは最低で必要なわけですね。まあ、資金がね。そうすると100億資金で投資できるわけですからね。まあ、これちょっと落っこってきたんで安心したんですね。これは、まあ、しょうがないな。この枠だからね。これはしょうがないと思います。ここで打ちませんね。こちらで取り返して、こちらで、ね。これは、損切りね。少し損したところで損切りにしてます。もう、ここは諦めてますね。取り返しだけある程度できるように、ということで準備になってまして、こちらの方で稼ごうということですね。そういうことは大事なんでね、ぜひね、負けてるとこの投資の方はね、こちらの方なんですけど、欲張ってね、利益取って、損切りを取ろうとすると、入らなくて、もっと損してしまいます。そこでね、これだけで1000円か2000円ぐらいですね。これは1万ドルですから、こ
っちは2万ドル投資してます。で、1万ドルの方の被害は2万ドルの方でね、取り返せないかということですね。まあこれ音本じゃないです。シグナル通りじゃなかったんでね。これはまだこのインジケーターのテスト中ということですね。ということで一緒に試験しております。ちゃんと負けてませんからね。こう、負けてませんからね。これなんですけど、1ヶ月間の成績ですけども、1万9000円利益取ってますから、ね。試験投資でもね。今これマイナス8000円。9000円で1万ぐらいでしょ。でもまだこれが負けたとしても損は してません。そんなことでね紹介いたします。